北フロリダの湿地を流れる小川。水が濁っておらず、タンニンにより茶色になっている、ブラックウォーターである。陸水学における、ブラックウォーターとは、木の茂った湿地や沼地を通る、水深が深く、流れが遅い河川のことである。枯葉などが川底に堆積しているので、それからタンニンが染み出して流れている水は透明な黒茶色に着色され、酸性河川となっている。 代表的なブラックウォーターは南アメリカのアマゾン川水系に多い。ここで言うブラックウォーターとは、陸水学、地質学、地理学、そして生物学的な研究によって定義されるものであるから流れている水が黒い川がすべてブラックウォーターであるというわけではない。ブラックウォーターは他の河川よりも栄養が豊富で、イオン強度も雨水よりわずかに高い。 この特徴によって、ブラックウォーターでは他の河川とは大きく異なる動植物症が見られる。ブラックウォーターとその他の河川が集まっている地域では特に多様な生物が生息していることが多い。ブラックウォーターと他の河川では表位置に示されるようにイオン素性が大きく異なる。ブラックウォーターは酸性が強いため土壌中のアルミニウムがイオン化しやすい状態にあり、 結果としてその質量濃度が他の河川よりも大幅に高くなっている。他に見られる大きな違いとしては他の河川と比べてナトリウム、カルシウム、カリウムの濃度が非常に低いことがある。このため、それらの金属を殻の形成のために必要とする巻貝類などはブラックウォーターではあまり見られない。溶存イオン量が少ないことでブラックウォーターで流れている。 水の電気伝導度も雨水と同じような低い値になっている。ブラックウォーターとそうでない河川は生息している動植物プランクトンについても違いがある。表にでは位置的に数メートルほどしか離れていないそれぞれの河川で捕獲されたプランクトンの数を比較している。この表で取り上げているジャプラ川はネグロ川ほど極端なブラックウォーターではないのだがワム種類の豊富さや ミジンコ類や昆虫の幼虫、ダニ類の少なさなど、タカゼンとのブラックウォーター特有の違いが見られる。またブラックウォーターとタカゼンが合流している地点では、豊富な種類の生物が生息していることがわかる。このような合流地点は、森林の外でも、幼魚の餌となる甲殻類が豊富なため、この地点にやってきて、産卵をする魚も、多くいる。現在日本語版ウィキペディアに、 記事のあるものの一覧、ありがとうございます。